じゃあ金利が上がったら株は本当に下がるのかっていう話です。日本はですね、なんで銀行預金じゃなくて株を買うんだっていう時にですね、もともとですね、預貯金はインフレに弱いので、だからインフレに強い株を持つべきなんだと。まあ、こういう議論がもともと出されてたわけなんですね。インフレでも株はいいんですよということです。これがまず今日の言いたい結論なんです。ところが、じゃあどんな株ですかということなんですね。で、低金利でグロース株の、資本はそれほど大きくなくてもですね、グロースの株で将来性がありそうな株、PR が100倍になっても買われるような株っていうのは、将来がとってもいいよと、業績も良さそうだよと、伸びそうだよと。だから、1株あたりの利益の100倍まで株価が買われたりするわけなんですよね。でも現実にそんなに長いこと、業績が上がるためにはですね、長期にわたってお金を調達して、それで設備投資をして収益を上げられなきゃいけないわけなんですね。ところが、そういう会社はもともとお金がたくさんあるわけじゃない。伸び盛りなんでね、どんどん投資してますから。ところが、そういう会社で調達の金利コストがぐーっと上がってくればどうなりますかね。成長戦略そのものが根底から崩れるわけですよね。PR が高いまま維持することができなくなる。そうすると、投資もできないので利益も上がらない。そうすると、1株あたり EPS が落ちていく。そうすると、株価が下がっても PR があんまり下がってこないってことになるわけですよ。ですから、株価が下がれば PR が下がってくれればいいんだけど、業績が落ちて EPS が落ちていけば、株価が下がっても PR が割安にならないっていうことが続くと、どん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 株価が落ちていく暴落のパターンなんですよね。なんだけれども、そういう時でも株が、じゃあインフレに強い株があるっていうのは何かというと、低 PR の株なんです。好業績なのに低 PR で、で、しかもある程度資金量もあるみたいな会社は、金利が上がっても競争力、むしろ金利が上がったら競争力相対的に上がるわけなんですね。つまり、どういうことかというと、お金がもともとある、業績も悪くないし、他がお金が調達できなくなったにもかかわらず、そういう低 PR でお金のある会社で、好業績の銘柄は少々金利が上がっても投資もできるわけですね。そうすると、金利が上がったものに負けない成長ができて、株価も上がるというのが、バリュー株なわけですよ。それの、今の現時点での代表選手が、トヨタ自動車ということになるんでしょうね。